はい、どうも、じゃあ、すりおしくです。今回はね、プリティボンバー大先輩の、ハルトを撮ってきました。はい。で、まあ、ハルトもね、リクエストちょくちょくあって、で、横浜行った時にプリティにお願いして撮らせてもらいました。はい、じゃあ、変更点行きましょう。まあ、弱くなっちゃったねってあれなんですけど、一応変更点行きましょう。はい。で、まず、そうだな、メインから行くか。メインがね、10発の単発のメインから、3連射、ゼータガンダムみたいな3連射の方に変わりましたね。はい。で、メインからのキャンセルのアシストのやつがね、出ないのかな確かこれ。うん、メインから、あ、一発目からしかメインアシストが出ないんですよね。うん。ちょっと微妙かなっていう。はい。で、続きましてが、メインの照射キラビの方、これがね、弱くなっちゃったね。今見てもらえればわかる通り、銃口補正がめちゃくちゃ悪くなりましたね。前作結構良かったんですけど。で、あと前作は、なんだろうな。発生とか弾速も早かった、あ、発生買ってねえか。弾速がもうちょい早かった気がするんですよね。うん。まだとりあえず、銃口に関しては本当死にましたね。なんかフルブーストですね。イメージ的には。フルブーストの照射ギャルみたいな。はい、で、続いてが、アシストだね。アシストが、まあ、今ぶっ壊れちゃったやつがいるんだけど、クアンタが、トランズムやめちゃって、普通にゲロビ打ってくれるクアンタと、3段格闘のクアンタになりました。BD 格闘、そのままやる感じ。前作は2段格闘だったよ、突撃が。で、どっちが強いかなんだけど、3段格闘になったからこっちの方が強いんじゃねって意見もあるんだけど、俺は2段格闘の方が強いと思う。っていうのも、初段があれスタンだったんだよね。で、こっちは打ち上げだから、っていう点と、あと普通に、あいつさ、量子化して突撃するじゃん。だから、弾食らっても消えないんだよね。ぶっ壊れない。うん、なんだけど、こいつ普通に壊れちゃうからっていう理由で、僕は割と前作のもしてます。はい。で、まあ、照射ギロビの方に関しては完全に前作の方が強いでしょうと。まあ、前作、地層キャラに強く出れる要因が、まあ、アシストとかもあったから。うん。で、あとは変更点。まあ、これよ。はい、これ。処刑でしょ、これもう。撃つなっつってんのと変わんないからね。これ、どうやって当てんの、マジで。いや、発生がね、遅くなって、こうやって溜めるようになっちゃったんでね。こうやってね、なんか未だに平気な顔してね、当ててるプリティはほんと天才だと思う。で、あとあれかな、変形ミサイルが一発増えたね。うん。まあなんかこれは普通に情報じゃねえとか思ったけど、どうなんでしょうか。ミサイルの性能が弱くなってんのかな。これやばいだろ今のよく当てたな。これがやっぱりね、前作から乗り込んでるハレウト使いのね、照射の当て方っすよね。今時でもハレウトも見かけないな。うん、なんか変形格闘めっちゃ振ってくるハレウトないか当たったことあるけど、あ、こんな風になっちゃったんだと思って。はい、で、ラストはクアンタのセットプレイで勝利と。うん。まあ、普通に良くなっちゃいました。ちょっとかわいそうだな、ここまで良くなるのは。まあ、照射キャラはな、今作みんな弱いからな、変形照射キャラは。はい、続いて。で、2試合目か。2試合目が終えてか、ビダルトレジェンドですね。はい、まあ、でも前作からね、ずっと、変形勝者はね、ヘイト集めてたからね。もうみんなしてずーっと変形勝者嫌ってたから、まあ、バンナムも、おー、こうすりゃええんやろ、つって、お前こうすりゃええんやろ、つって。で、変形勝者の意がみんな死亡してしまいましたね。まあ、悪さしすぎたっつったら悪さしすぎたのかな。でも結局全国大会とかではなんだかんだハルートも使われてなかったからな。まあ大会つうかまあオンライン重視だからね。普段の野良戦が本番つうかあれかな。基本だから。大会ベースで機体調整しない方がいいのかなと思うけど。まあいいや。さあ見ていきましょう。さあ、お相手がレジェンドとね、ビダルということで、まあビダルどうすんのみたいなとこあるんだけど、このキャラ。まあなんで、もう俺が何かを指して、まあ僕、信号機なんで、もうビダル突っ込んで、で、まあ僕はまだ一応ね、実弾のバックブーストを持ってるんで、まだ俺の方が相性いいだろうってことで俺が突っ込んで先落ちしましたね。ただの地雷じゃん、これ。はい、で、プリティは後ろにシフトしてくれと。で、この変形ミサイルなんですけど、前作以上に割と気軽に撒いちゃっていいかなと思ってますね。まあ弾数が一つ多いっていうのもあるんですけど、そうだよね。ダンス2つ、1つだよね。フルブが4つで、巻き音が5つで、6つだよね。これが。いいんだ、いいんだ。あー、うめえ。ここプロだろ。最後のメインサブどこ行った？まあいいや。さあ、でね、おー、今のはマシンガンが当たって、そのまま強制解放って感じですね。で、変ミサ巻いていい理由なんですけど、前作って変ミサと、
変形サーブのセットプレイがすごい強かったんですよね。ガードしちゃダメよみたいな感じで。なんですけどね、今作それがもうほぼほぼできないんですよね。その変形サーブが普通に弱くて使える場面がすごい限られちゃってるんで。だからまあそれも兼ねてね、普通になんかもう変形ミサイル単体として使ってった方がいいのかなと思います。まあ一応シザービットと変形ミサイル同時に巻きながらみたいなのもあるんですけど、変サブ神だからな。このキャラの元々の武装コンセプトが結構変形サブの照射に合わせてるところが多かったから、変形中の武装が変形照射が死んだからな。なんか残りの残された武装たちがかわいそうだねこれね。さあここ一回さすがに落とされてしまうが、ラスト信号機のゲロビで勝利と。はい、てな感じだね、かわいそうなハルト。さあ3試合目いきましょう。つってもプリティさすがにうまいね。うん、はい、続いて3試合目、お相手がディナメスギス3ですね。でね、ハルートね、前作はそうなんですけどね、ディナメス相手すっごい相性悪いんですよね。あの、変形照射しに行った時に、あの、前向くじゃないですか。その時にね、ディナメスの CS がかくっちゃうんで、まあだからね、割と、あの、ディナメスの行動次第ではだいぶこの変ゲロが制限されちゃうかなと。まあ今作は元から制限されてるようなもんなんですけど。はい、じゃあ見ていきましょう。まあ基本的に中距離は、ギスイの弾を受けながら、デュラメスをしっかりね、どっちか見てあげるっていうのがいいのかなと思います。ギスイってほんと基本的にね、中距離のしょっぱい弾さえ当たんなければってとこあるんで、まあ、バーニアサブとか論外ですけど、基本的に僕も最近ギスイ乗るようにしてるんですよ。理由が単純にゴトラで、対策したくて、じゃあ、あえてね、対策するキャラを乗り込んで、そのキャラの特性を見ていこうかなと。ちょっと最近努力してるんですけど、ぎっすり使ってる側って基本的に中距離の弾いっぱい引っかかってほしいんですよね。もうたくさん引っかかってほしい。トーラスで基本的に追撃全部できるから、基本的に弾引っかかってほしいっていう結構間違いキャラではあるからね。まあハメにもいけるんですけど、まあそこはぎっすりの強みなんだけど。だから中距離の弾をほんとしっかり避けていこうっていうのが対策っつうか、まあ戦い方かな、ぎっすりに対しての。って思ったら、てかこれあれか。隣信号機でしかも F 覚醒やんけ。あー、ひでえ。ひどいですね。動画のボツってこんな感じなんですね。はい。試合内容大体覚えてないんだよな。はい、で、とりあえずプリティがね、しっかり体力調整して、しかも覚醒が溜まってるところでここは入っていきたいが、一回トーラスにダウン取られてしまい、さあ、デナメス先落ち。これはいいですね。さあ、ギスイ落としたいが、メインがヘナチョコすぎる。なんだこのメイン。さあクアンタもサボってるしどうしようって感じで、隣もサボってるし、クリティプリティがクリティって何、クリティってなんかやらしいな。プリティが孤立してる状態ですね。さあもうなんか2落ち目いきそうですね。うん、さあなのに覚醒を吐いている。何するけどあいつ、もうやめろやめろお前、落ち着け。さあ変形角と申し上げての変形角とすがこれは当たらず。さあひどいですね、隣の3号機。さあ変形面しっかりぶち当てて、これはよし。さあ、一回ステップ食われてしまい、さあ、ここはしっかりね、クロスで取ってと。さあ、ギスリを打てが、相手のギスリもね、しっかり距離取ってるが、さあ、変形サブ当てられる。あー、プロ。素晴らしい。素晴らしい。そして、隣の3号機。二度と3号機を乗るんじゃない。何がオンラインコース安全協会会長やねん、お前。ほんと、ふざけんじゃない、ほんとに。さあ、最後の試合行きましょう。はい、で、ラストが、お相手が、ぎっすりとザクアメで、はい、隣が赤信号と。で、ね、まあ、ラストはね、珍しく、ハルートの、爆弾の後ろ側のハルート視点となっております。はい。さあ、今、変形サブ当てて。で、思ったんだけどさ、この変形サブ、割とね、その、距離空いてる時で、なおかつ相方がダブル食らってる時は、このね、溜めがあんまり気にならないかなと思います。うん。ただ、見合ってる時、誰かと見合ってる時に打つのは、もう無理だね。バレちゃう秒で。うん。まあ、だからちょっとね、難しくなっちゃったよね、これも。うん。で、プリティももう、変形サブと、その、GN ミサイル、変形のミサイルのセットプレイがなくなっちゃった分、もうパラパラ巻いてますね、変形ミサイルは。まあ、あとね、ギスリ相手とか、通勤に出てくる相手もね、この、ミサイルコンテナが、の切り離しがね、すごい役に立つんで、まあ、強気に攻めてきた相手に、変形コンテナ切り離し、で、そっから突角で逃げとかもできるんで、うん。
まあだから、早いうちにね、コンテナ撃てるように GN ミサイルポッポポッポ巻いていくのありなのかなと思います。特にエピオン相手とかそうだね。ビダル相手とか。さあ、この変形サブしっかり当てて、やっぱうめえな。よくね、このタイミングが変わった、あのね、その、今作でも当てられるなと思いますね。使用感結構変わると思うんですけどね。さあ、ここは一回ザカメと見合って、さあ、しっかりステップサブで、さばいていくと。なんかね、この、生地のさ、てかまあ、変形しない状態の突角の感性がね、だいぶ乗らなくなっちゃったなっていう。うん、まあ、これ見ててのあれなんで、ちょっとわかんないんですけど。まあ、見ててのあれだと、だいぶ感性、なんか、乗らなくなったねっていう。滑んなくなっちゃった、最後は。うん。まあ、変形突角は相変わらず強いんだけどね。さあ、ここ。なんか、この光景珍しいね。この変形サブを縦するっていう光景が。さあ、変形格闘から。ああ、ダウンチマックスか。あ、まあ、そっか、さすがにな。って思ったら、相方やば。これもプリティを思わせて前出てますね。つか、この試合変形サブほぼ必中じゃね。プロかよ。さあ、相方がやばいが、あれ、これ確かあれだっけ、パトカーが助けに来てくれるやだっけ。あ、そうだ。変形メイン2発で終わりと。いやー、てかね、こんだけ変わって解約されちゃったハルドをね、ここまでうまく使えるプリティはプロですね。うん、本当に前作の、なんか、技術がね、活かしてるっていうか、まあ、活かせなくていいんだけどね、もう、うん、ギスに乗った方が早いわ。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。修正後のね、ハルト視点。まあ、プリティの視点っていうのもあって、だいぶ強そうに見えたんですけど、実は僕もね、ちょっと乗ったんですよ。撮影後に。マジ弱かった。マジ弱かった。本当に弱かった。もう二度と乗らんっていうぐらい、普通に弱い機体になっちゃっててね。だこいつも、あれだよね、フルクロとか V2 とかと一緒で、もう環境に、なんか、その環境の上が落ちてきてもまだ上がってこれないみたいな、結構最下層のね、3000最下層のキャラではありますね。いやー、まあ前作猛威振るったとはいえなー、ここまで死にキャラにしちゃうとな、前作やっぱさ、職人多かったじゃん、ハルト職人。うん、その人たちがな、みんなキャラ瞑想してんのがちょっとね、見てられないというか、うん。まあとは言っても、プリティはね、もう、ギスイとかに乗り換えてんだけどね。うん。まあ、偉いというか、なんというか、素直だよね。うん。まあ、だから、もうちょい強くしてあげてもいいかなとは思うけど、まあ、強くしたら下でね、ヘイト溜まっちゃうからね、運営がもう難しいんでしょうということで。はい、まあ、そんな感じのハルト視点でした。ご視聴ありがとうございました。次回もまた見てバイバイ。